If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by the Real Cost and the FDA. おつかりめカラフルハイスクール本音で語ろうティーンの今の声を聞き一緒に話していくコーナーです一緒に話してくれるのはこの方あんちゃんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさてそれでは今日はまずこの方です自己紹介お願いします福岡県立限界高等学校普通科一年の福島いぶきですよろしくお願いします よろしくお願いしますめちゃくちゃいい声してるねえ、ありがとうございますなんかあれですかアナウンス研究会みたいな放送部に所属してますやっぱりなと思ったねうん。すごいかっこいいなと思ってそう。めちゃくちゃしっかり発音されてたからたぶんたまたまより日本語の発音がいいかもしれないうん。ね。そうですね私よりもいいと思いますよ伊ぶきさんはい。ありがとうございますいやいやそんなことないですよとかはないいやそうです どうですか限界高校の1年生はいうんそうですえ基本はじゃあ放送部のいわゆるそのアナウンスとかをやるなんか放送部の中もいろいろあると思いますけど放送部では、うん、音楽を流したりはしてます、はい、あそうなんですねじゃあその音楽の例えば選曲とかはい体育祭のアナウンスだったりへえ<ー> かい D. J. じゃないですかね。あの、ごめんなさい。個人的な興味なんですけど、放送部のあの曲っていうのは。自分で決めるんです、伊吹さんは。はい、もう自分で好きな曲を流しています。楽しいね。楽しいですよね。自分の好きな音楽はやり放題やね。え、それ、ちなみに、どういう曲が好きなんですか。やっぱ、前向きになれる曲とか、元気が出る曲とかを流してます。前向きになれる曲といえば。うん。 ししゃもとか <laughs> なんかすごい笑,笑った、ええ、なんか笑いがこぼれましたけどね <laughs> 特に好きな,なんかアーティストとかいるんですかワニマさんのやってみようっていう曲が好きです、はああもう、ね、なるほどいい、ね、ワニマさんって元気出るもう代表格ですもんねもう柳田選手が出てくるときに大体ワニマさんだなって気がしますです。伊吹さんちなみに、まあ普段の趣味とかハマってることってあるんですか 最近ハマっていることはパン作りですパン作り私ね日本に来た時に日本は、はい、あのお,お米ライスのイメージが強かったんだけど、はい、こんなになんか美味しいパンは食べたことがなかったアメリカで<や>日本のパン屋さんとかね、はい、美味しいんよ日本人パン好きですよもうパンが大好き、うん、自分で作ってる人は多分アメリカ人より多いと思うそうですかだっていぶきさんね,ね<え>パンパンを食べることが好きじゃなくてパン作りですよねフォカッチャ うん何が、はい、何を作るのが得意なんですか。フォカッチャやシナモンロールなどを作るのが得意です。えー、シナモンロール美味しいよね、生ちゃん。シナモンロールね、サンリオかと思いました。シナモンロール食べる方を作るっていうのはあんまり聞いたことないですけど、<laughs> 身近でいないんですけど、結構なんでパン作りを始めようと思ったんですか。母がパン作りをするのが得意で、その影響を受けてパン作りを始めるようになりました。はい そうなんですね。なる,なるほど、お母様がへえやっぱりちっちゃい頃からよく食べてた。はい。へえ、なんか一緒に手伝ったりとか。はい、小さい頃からお手伝いをしたりしてました。そうですか。えパンかご飯かどっちの方が好きですか。パンが好きです。やっぱりね。<laughs> これでご飯だったね。ね <laughs> あ、そっちなんだっていう感じしますけどね。そうですか。自分で作って何か誰かに振る舞ったりしてるの。ね やっぱ家族や親戚などに振る舞ったりしたら、みんな喜んでくれて嬉しいです。本当、嬉しいよ、ねね。喜んでくれると嬉しいよね。本当。さあ、そんな伊吹さんに、まず聞きたいのが、これだけは言わせてっていうことありますか。はい、大人に言いたいことは、私は中学高校と大好きな先生に出会えて。その先生の言葉で、勉強のやる気が出たり、その先生の教科の成績が上がったりしました。私たちの年で。 どんな大人と関わるとか誰を尊敬できるかって大切だと思うんです。なので大人の方には中高生にたくさん関わってこれから大人になっていく上でのヒントやいい影響を与えてほしいなと思っています。この これだけ言わせてって結構ねなんかんかねそのなんか不満とか、うん、ちょっとなんかこれあんまり気になんか多いんやけどでもこれ本当に大人にありがとうって、うん、本当にいい影響を与えてくれたからね、うん、私は勉強やる気が出たとか本当にいいねそうだからこれだけは言わせて別にね悪いこと言わなきゃいけないわけじゃないです,かねそうですよね<え>す素敵です伊吹さんはその大好きな先生に中高で出会えた、うん はい高校で主に出会いました。<あ><ー>特に高校へその教科は何だったんですか。はい、数学の先生です。数学でこれ数学の先生にこれ言ってますか。伝えてます。ああいうそういう大事だよ。だって自分もね先生だからもし学生にそうう言われたら私も相当喜ぶんだよね。ええやっぱりね先生はな何よりも学生にの 人生にいい影響を与えたいからね、そういうふうにね、思われたら、すごく嬉しいなと。そうですよね、ね先生としてもね、え、その、どういうところが、こう、好きというか、先生の。やっぱ、授業がとてもわかりやすいし、うん、なんか、常に前向きになれる言葉をかけてくださって。とてもやる気が出ています。数学でわかりやすいって、あんまり聞かないよね。そう <laughs> <で>、私、すごい先生数学、全くできなかった。んですよ私も全然。ええー。ところ。 そういう先生に出会い先い<え> <laughs> 私も出会いたいわ <laughs> <laughs> まあねでも <laughs> あれですよねやっぱり本当おっしゃってましたけど伊吹さんはいあのやっぱりこのぐらいの多分伊吹さんぐらい年齢の時にどういう大人に出会うかってすごい大事ですもんねはいそうね大人のやっぱ影響大きいよねやっぱりねあの子供は可能性がいっぱいあるんだけどその可能性を引き出す責任、はい っていうのは、やっぱ大人なんだなと、いつも私もね。うん、ちなみに、ゆきさんは、そんな、うん、なんか、どういう将来、大人になりたいんですか。やっぱ。うん。子供にたくさん影響を与えられる。前向きになれる、言葉をかけれる、大人になりたいです。うん、やっぱ褒めること、大事ですよね。思わない。あの、たまちゃん、思わない。褒めること。 そうですね、やっぱりなんか日本って批判することが多い時もあるんけどやっぱ褒めるのが大事なんだなって私いつも思うんだよね私けなされると一つもやる気出ないですからね <laughs> でしょいやみんなそうじゃない伊きさんもそうでしょ <laughs> はいえ正直そのね怒られたいって感じはないもんね <laughs> ないです <laughs> ないでしょ誰も <laughs> 苦労は買わないよみたいな <laughs> 気にしますけど、ね、でもおおだって私たちの年齢違う私の年齢全然違うけど私の年齢になってもね、はい、やっぱり褒められたいんですよ ですよね、やっぱりね、うん、だから絶対伊吹さんは絶対そういう大人になるとね、うん、自信あるな私こういう声を聞くとそうですよねちなみにお仕事としては、えー、その先生とかそういう職業ですか将来いや将来の目は看護師になりたいと考えてますうわすてですね本当なんでちなみにその看護師になりたいと思ったんですか小学校5年生の時に母ががんになり入院手術をすることになり 病院を身近に感じることが増えましたうんなるほどでその看護師さんがなんかすごくあの優しかったとかそういう経験があったから私もこういう仕事を江戸やりたいなと思ったはい、うん、その時看護師さんとたくさん関わることで私もこんな仕事をしたいなって思うようになりましたうん,うんやっぱり出会う人は大事ですよねたまちゃんそうですよね だから、これもやっぱり、結局ね、伊吹さん。その、いろんな看護師さんと関わったから、夢につながったってことでしょはい。本当、どんな大人に会うか大事ね。大事です。なんか、私ね、うん、看護学校で教えてるんだよね。あ、そうですね。その、<ー>その人たちに、なんで看護師になりたいって言ったら。 もう半分ぐらい同じようなこと言ってる。もう小さい時に優しいあの看護師さんに会ったからなりたいなと思ったから、はいええ、やっぱり大事なんだなってすっごく感じてますよね。うん、そうですよね。伊吹、うん、さんじゃあひょっとしてま、うん、何かの看護師とかっていうのあるとしたら小さい子供が大好きなので、ええ、参加で助産師の資格を取って助産師になりたいと考えています。 助産師あれはちょっと長いよね、4年ぐらいにいかなきゃいけないんだよね。あ、そうなんですか、ねうん。普通の看護師よりちょっと長い。いやでもストーリーがね、こういう人に合ってっていう,いい、ね、う大人に合ってで助産師にっていうストーリーがあるから伊吹さん応援したい。ね、応援してますよ。<laughs> ありがとうございます。<laughs> ここで Google Podcast をご利用の方へお知らせです。 ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコアップルポッドキャストスポティファイアマゾンミュージック YouTube ミュージックいずれかのアプリをご利用くださいこれからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください